哦，我们继续玩了。刚刚救回了圣诞老公公，拿到了我之种子，现在应该是要用火之神殿吧。又要走下面那个迷宫沙漠。村庄，村庄还有没有其他的路啊？看来是没有。我就要从沙漠里面去找。这里吗？这个地图好像没来过，应该是。还好没有很难找。它重置版有些路线，地图路线的分布好像会跟原版的有些不一样。还是不要纠结那两只。补波也太容易，太容易挂掉了。哎，来不及。
すごい炎で進めないよ。啊，这里有水晶球，当然就知道了。应该是要用火魔法嘛。是我先把小洛打掉。有了，爆炎术才有反应。やった！炎が吹き飛んだぞ！刚刚忘了放爆炎。这个是没办法消灭，算了，不管了。要省着用。起跑着火了。
边好多鹿。边来的，哦、oh, shit， 原来这是跟你玩溜滑梯的。走开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 ，这里又有一个水晶，应该也是火魔法吧，不知道是哪一个火。这是哪兒？欸，这里的地图特别大。
住了他们。这里的地图也太……这边哦，这里要怎么？接下来呢？这有一堆火杯，这两个有起火。哎，哦，这么神奇，也是要走到这两个人中间。呀，打 boss 啊！现在落地3348、哦、风了解。
给他一个。哦，还好，没有很难。と共鳴させなきゃ。接下来呢？应该要回到刚刚的那个村庄吧。这里面的怪都没了。種子を戻してくれたのに水が戻らん。マナの力が相当少なくなっているからか。だが干上がってしまった井戸でも雨降らしの尻尾というものがあれば水を呼び戻せると聞く。でもそんなものどこにあるというのだろうか。やはりこの国はもう海兔的尾巴。だが、でも…火の種子を神殿に戻してきてくれたとな。ありがとう、ありがとう。しかし、変だな。一向にオアシスに水が戻る気配がないぞ。火の種子を…しかし…みんなどんどん帝国に引っ越そうかしら。何でも大砲屋さんが今度から帝国までの秘密の打ち上げを始めたって。きっとスパイ用ね。火の神殿に住んでたサラームちゃんとお友達なんでしょ。じゃあ私ともお友達だね。ここは砂漠のオアシスの。喉が渇いた。いや参ったね。こう熱くちゃ慣れちゃうよ。待ってたよ。50ルクですが。いや、四季の森ってとっても面白いところだったな。だろ。そりゃおいらが食いしん坊になるのも無理はないって話だよ。
食いしん坊なのは認めるけど、四季の森のせいってどういうこと？四季の森はね、その季節ごとの森がいつだって旬の食材の宝庫なんだよ。なるほど。冬に脂が乗る魚とか、春に実る果物とか、夏や秋も美味しいものがいっぱい。はあ、思い出すだけでよだれが垂れちゃいそうだ。僕、なんか話聞いてるだけでよだれが出てきちゃった。どうだろうそうだろう。今はそれどころじゃないと思うんだけど。はい、そうでした。接下来刚刚跟一个村民讲话，讲到一个什么大炮可以送到地谷，去大炮那边看看。いらっしゃい。哦，有了，多了一个新地图。どこでも50力。帝国の中ではおとなしくして目立たぬようにするっち。さあ、大砲に入っとくれ。不过这里他重制版把那个大炮传送的动画省略掉了，有点可惜。ここは帝国のサウスタウン。帝国の南镇。町外れに住むマリクとは変わり者さ。あまり関わり合いにならない方がいいぞ。皇帝陛下のお考えはわしらにはさっぱり理解できない。世界を統一するとか言って重い税金をかけ軍隊の増強を繰り返しておる。噂ではモンスターの軍隊まで。お城の中も魔物でいっぱいだそうじゃ。マリクとばあちゃんはいつも小箱を持ち歩いているの？大事な宝物でも入ってんのかな？刚说的我爸讲。感觉就是等一下祖先要去的地方，先绕一绕这个村庄。いらっしゃいませ。装备的，4000。
他にも、またお越しください。什么东西藏在这里？没有。好，去老奶奶那边看看。サウスタウン。見慣れない奴だな。あまりうろうろしてると捕まえるぞ。どうしよう。帝国の町に潜んでいるわけさ。町の東の小屋から下水へ入れる。北の城下町へ抜けるレジスタンスたちの秘密の通路さ。見張りの男に秘密の番号を言えば通してくれるよ。有三次。秘密の番号は634じゃ。刚刚那个地方，那条小路，在这里先存下。一泊100ルーブル。ねえポポイ、ちゃんと記憶は戻ったんでしょ？そうな。なら村での記憶も戻ったわけね。今までの暮らしとかどんなだったの？僕も気になるのは、記憶が戻っても生意気なのは治んないし。生意気って失礼だな。そりゃもうオイラは真面目な大真面目なかわいい妖精だったに決まってるじゃん。例えば村のみんなでお家に草を取りに行ったりするんだけど、その時に見たことのない草を見つけてさ、日の一番でちっちゃい店に行ったりして、貴重な薬草だって喜ぶから食べようとしたりしてたよ。確かに村やポポイのじっちゃんのために頑張っていたみたいだね。けど最後のが引っかかるわね。ちゃんとポポイのおじいちゃんにその貴重な薬草はあげたのよね。それが受け取ってくんなかったんだよな。え、なんで？貴重だって言うからかけても大丈夫だと思ったんだけど。何それ、おじいちゃんからお金取ろうとしたの？おだちんだよ、おだちん。そんくらいいいじゃんかよ。結局ずる賢さは今と同じってことか。